皆さんこんにちは、くだです。今回は焼肉キングさんにやってきているんですけど、なんとあの韓国フェアがまた帰ってきているということで、これ楽しみましょうね。韓国フェアがなんで帰ってきたのかはマジでわからないんですけど、僕もみんなも韓国料理大好きじゃないですか。だからね、これはやっぱ行ってね、真相を確かめないとということで、まあね、普通に楽しんでいくだけなんですけど、早速ね、一つ目にいただいていくのがつぼ漬けデジプルコギということなんですけども、おそらくね、お肉が甘辛のタレでね漬け込まれていると思うんですけど、このね味付けがめちゃくちゃ美味しくて、ご飯が進みそうなお味しております。そしてこのね、一緒についているピーマンも最高です。今回のお供はですね、黒ウーロン茶とコカ・コーラさんで勤めさせていただきます。よろしくお願いします。2つ目にいただくのがこちら、トリプルチーズボールということで、韓国フェアのチーズボールはね、いろんな思い出がありますよ。チーズボールといえばね、やっぱりチーズが伸びてなんぼだと思うんですけど、僕が食べるチーズボールだけ伸びづらいという現象がね、何度も何度も起きていたんですけども、今回はトリプルチーズボールということで、3種類のチーズが使われているんですかね。そしてね、1個目食べて2個目も食べているんですけど、2個ともね、ちゃんとね伸びてくれて、めちゃくちゃハッピーでしたね。あっけなく伸びちゃったんで、それ以上のコメントはないんですけど、3つ目にいただいていくのがこちらの揚げ餃子なんですけども、僕ね、今までこれ普通に揚げオーマンドゥって言っていたんですけど、ホームページのねメニューを見てみると、揚げワンマンドゥって書いていて、あー間違えてたと思って、間違えていたけど誰も教えてくれなかったということは、みんなも揚げオーマンドゥって呼んでいたという推理をしているんですけども、皆様いかがでしょうか。この推理が合ってるかどうかは皆さんのコメント次第ということで、4つ目にいただいていくのがチーズかけ放題石焼きチーズタッカルビですね。チーズかけてるとこ見たいっていう方は TikTok の方にね載ってるので見てください。この商品が席に届いた時に、すぐにね店員さんがね、今からチーズかけるからストップって言ってくださいっていう感じで言われるんですけど、チーズがたっぷり入った丼をね店員さんが持っているんですけど、そこからねトングでこうチーズを入れてくれるんですけど、毎回ねこのチーズがなくなるまでストップって言わなかったら、店員さんどんな反応するんだろうっていうことを思いながらね、チーズをかけてもらっているんですけど、僕ってめっちゃ変な客で嫌な客ですよね。もちろんね、そんな調子乗ったことはできないんで、3回か4回ぐらいかけてもらったところでストップって言います。というのもチーズかけ放題なんですけど、かけすぎると逆にね美味しくなくなっちゃうことがあって、1回だけね限界まで粘ってみようみたいな感じの気持ちの時があって、7回8回ぐらいかけてもらったことがあって、その時はほんとね、このね石焼きの器からチーズがはみ出るぐらいチーズがもりもりだったんですけど、逆にチーズの味しかしなくなるし、分離しちゃったりして全然美味しくなくなるんで、やっぱりね3回4回ぐらいがおすすめです。続いて5つ目にいただくのがロゼプルダック炒め麺という読み方で合ってますかね。少し前にロゼラーメンが流行ったと思うんですけど、これね食べたかったんですよね。一番びっくりしたのが、これね食べた時にすごくね冷たかったんですけど、これって冷たい商品なんですかね。炒め麺なんでスープはもちろんないんですけど、このね容器自体も冷たくて、時間が経ってるからなのか、もともとそういう商品なのか、どっちかちょっとわかんないんですけど、そんなことも一瞬で忘れるぐらい、これねめちゃくちゃ美味しかったです。今回の焼肉キングの韓国フェアの商品で一番美味しかったのがこのねロゼプルダック炒め麺です。麺はねインスタントみたいな感じの縮れ麺なんですけど、パスタで言うとアルデンテ、ラーメンで言うとバリカタぐらいの硬さで、僕の好きな麺の硬さなんですよね。なんですけど、これねめちゃくちゃ辛いです。なので黒ウーロン茶とコーラどっちかで和らげようと思ったんですけど、コーラにしました。コーラはねやっぱ刺激物なんで、この辛さがねさらに増してしまって、あまりおすすめしませんね。甘辛い味付けで、このロゼクリームって言ったらいいんですかね、このね甘辛いタレがこの縮れ麺にすごく絡まっていて、温泉卵が入っていて、それもね割って絡めているから、よりマイルドな味わいになっていて、一応ね食べやすくはなっているはずなんですよね。
味はめちゃくちゃ美味しかったけど、やっぱりとにかく辛すぎました。一旦甘いものでごまかしたいということで、こぐまパン注文しました。いつも言っているんですけど、こぐまとはね、あのくまちゃんのことじゃないですからね。中にはね、さつまいもが入っていて、紫色が綺麗ですね。早速食べていくんですけど、これね、一口食べた瞬間にあれって思って、まあその理由がですね、思ったよりふわふわしてなかったんですよね。ふわふわというよりかは、まあ、しっとり感が強いのかな。給食のコッペパンの3倍ぐらい硬い生地って感じで、これね、ソフトクリームつけて食べたりした方が僕ね、美味しいと思いました。何によりこのイラストがめちゃくちゃ可愛い。続いて7個目はまたもやトリプルチーズボールです。さっきのチーズボールがね、簡単に伸びすぎてたまたまかなと思ってね、もう一回食べてみようということだったんですけども、3個目も4個目も普通に伸びて改良されたんですかね。いつ誰が食べても伸びるチーズボールということが証明されました。8品目にいただいていくのが、悪魔的韓国おにぎり明太マヨチュモッパです。動画を編集するまでは名前あんまり気にしてなかったんですけど、この名前めちゃくちゃ可愛いですね。悪魔的ってつけるんですね。自分で作るタイプの韓国おにぎりは去年のね、韓国フェアで何度かあったんですけど、これね、僕めちゃくちゃ好きだったんで、復活してくれてめっちゃ嬉しいです。おにぎりの形に関しては何も言わないでほしいですね。もう一生懸命作ってるでしょ彼は。はい、僕的には80点ぐらいなんですけどね。綺麗に作れたので早速食べていきます。具材は刻み韓国海苔に明太子、カニのほぐし身にたくあんにネギなんですけど、味が複雑そうかなって一瞬思うんですけど、これがね、うまく一つの料理にまとまっていて美味しいんですよね。味がね、結構しっかりしているんですけど、僕はね、味濃いめが好きなんでちょうど良かったですね。食べ応えがね、とにかくあって、これだけでもね、お腹いっぱいになりそうです。友達や彼氏、彼女、家族がいる方はみんなとシェアして食べるのがおすすめです。9品目にいただくのが、韓国風フライドポテトハニーマスタードです。前回の韓国フェアの時もこのね、フライドポテト出ていたんですけど、何が違うんだろうと思った時に、上にね、このハニーマスタードソースがかかっているんですよ。パウダーはね、同じくかかっているんですけど、一口食べた瞬間、マクドナルドさんのマスタードソース、あのナゲットのですね、あれを思い浮かべましたね。もうウリ2つと言ってもいいぐらいそっくりさんなんですけど、ナゲットソースの甘いバージョンみたいな、そんな感じでめちゃくちゃ好きでした。ポテトをマスタードソースにつけて食べている感覚と全く一緒なんで美味しかったです。韓国フェアの商品はこれで全部制覇したということで、アイスタイムですね。ぐるぐる混ぜてね、キングスロッピーメイドウィズキットカットということで、こちらもね、最近出た商品です。オレオとかカントリーマームとかね、クッキー系はね、これめちゃくちゃ合うんですけど、キットカットはね、あんまり僕は好きじゃなかったですね。美味しいは美味しいんですけど、キットカット単体で食べた方が美味しいなと思いました。クッキーの割合の違いだと思うんですけど、カントリーマームとかはね、もう9割以上がクッキーじゃないですか。なんですけど、キットカットはね、もう8割9割チョコレートだから、思ったより合わないなと思いました。他にもなんかデザートないかなって見てみたんですけど、あのやわもちで有名な井村屋さんの黒蜜きなこ味が出ていて、そっち食べればよかったなーってね、少し後悔しましたね。注文して食べればいいじゃんって思うんですけど、この後ね、僕仕事を控えていまして、まあいつも通りなんですけど、制限時間がね、100分あるんですけど、だいたいね、70分から80分ぐらいでもうお店出ないといけなくて、でもほぼほぼ韓国フェアの商品しか食べてないしな、ということで、焼肉キングさんにはね、4大名物という商品があるんですけど、少し前にね、それが改良されて5大名物にバージョンアップしたんですよね。せめてね、それだけでも紹介したいなということで、急いで注文しました。つぼ漬けドラゴンハラミということで、こちらのお肉は柔らか加工というものが施されているみたいなんですけど、いや、全部のお肉にしてって思いますよね。お肉の部位によって柔らか加工ができるものとできないものがあるんですかね。一口ね、噛んだ瞬間にも言ったんですけど、めちゃくちゃこのお肉やっぱり柔らかくて、まあどの辺がドラゴンなのかわかんないんですけど、ハラミ美味しい。最後12品目に注文したのが、焼きしゃぶみすじです。こちらもね、5大名物の新しい新入りさんです。
メニューにも書いているんですけど、ミスジって希少部位だから、それがね食べ放題でいただけるのはマジでありがたいですよね。付け合わせのポン酢にねつけながらしゃぶしゃぶみたいに食べていくんですけど、お肉はね結構さっぱりしていて、まあ、赤身の部分が大半なんで脂っぽさは全くないですね。さらにポン酢をつけることによってより爽やかになるというか、さっぱりいただけてマジでね食べやすかったですね。これ美味しかったな。時間が許すならもっともっとねいろんなもの食べてゆっくりしたいところなんですけど、おとなしくお店を出て仕事に向かおうと思います。一応ね元が取れてるみたいで安心しました。意外とねお腹もちょうどいい感じで普通に楽しめましたね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。